さあ、それでは時間になりましたので、早速始めさせていただきたいと思います。茨城大学の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、本日は、シリーズの第4回ということなんですけれども、タイトルがフラクタルとカオスというふうに、ついてます。で、カオスについては、前回、後半の方でご説明させていただいたので、今回は少ししか出てきませんが、今日のポイントはフラクタルという性質に着目して、ご説明させていただこうと思います。で、フラクタルというとマンデルブローですし、エリオットといえばエリオット波動で自己相似性というふうなご認識だと思われます。で、フラクタルは自己相似ですから、エリオットとマンデルブローは、どっちも関係が強いというふうなことを、考えられている可能性がまずあると。で、もう一つのポイントは、マンデルブローは物理学者ですから、有名な大御所さんでいらっしゃいましたのですけれども、その物理学者が金融市場はフラクタルだともう明言しておりますので、それがエリオット波動理論の根拠、妥当性の根拠として考えられている可能性もあろうと思います。で、僕は別にエリオット波動を否定するつもりはないんですけれども、それは違うと最初に言っておきたいと思います。マンデルブローとエリオットは全く関係はございません。そこを後で年表をお見せしながら確認していこうと思いますが、マンデルブローをですね、エリオットの根拠にするのはちょっと違うだろうというところをちょっと整理してみたいと思います。重ねて言いますけど、私は否定す、エリオットに対して否定するつもりはないので、そこは最初に言っておき申し上げたいと思います。で、こういうふうなスケジュールで4回目ということで、ここ飛ばしましょう。で、テキスト、二次テキストを書きましたが、その中の一部を、このセミナーではご紹介しているということで、ちょうど中間地点になっています。で、第一部といえばいいんですかね。この、セミナー12回やるということになってますけれども、その第一部の4回目、節目ということで、物理学に関するお話がここで終わります。で、また2ヶ月後に実はなるんですけども、第2部始めますけども、こちらは今度時系列データ解析とか機械学習の話に入っていって、最後はテクニカル分析の妥当性の検証法を、統計学の観点から考えていきましょうという3部構成になっております。で、今日は第1部の最後ということなんですね。で、今日お話ししたいのは、まずまとめておきましたが、このような内容になっております。まず実例をいくつかお見せしますけども、やはり今日はちょっと着眼したいと言いましょうか、強調したいのはこの2社の違いなんですよね。マンデルブロとエリオットがどこがどう違うのかっていうのを明確にしておきたいと思います。で、フラクタルというと、マンデルブローが実は作った造語といいましょうか、マンデルブローの言葉なんですけれども、フラクタルというのは。で、よく見ると4タイプに分類できます。ここに書いてありますが、ざっくり分けて4タイプに分かれますので、それを詳細に見ていこうと思います。まずはエリオットの話をしばらく続くことになりますけれども、参考資料はこのようになっておりまして、これが、これ数式とか一切出てこないので、読み物としてマンデルブローの仕事がまとめられています。比較的読みやすい、書物だと思います。で、こっちはエリオットのお話ですので、エリオットとマンデルブローの本を、最後に2つこのように並べて、おきました。もしよろしければ読んでみてください。